マテリアルズ愛。2015年秋に完成した高層ビルに地震対策の新しい装置が導入されました。大震災の時に問題になった高層ビルが長時間大きく揺れる長周期地震動、その揺れを抑える制震ダンパーです。中央の屈強そうな板から四方に腕が伸び、両側の柱を支える制震ダンパーは2階から4階部分の壁内部に設置されました。中央の板が揺れのエネルギーを吸収し建物を守ります。しかも他のダンパーでは一度の巨大地震で交換が必要となる場合もある中、このダンパーは複数回交換なしでビルを守り続けます。新型制震ダンパー、高い振動吸収性も交換不要の耐久性も、頑丈に組まれたこの中央部に秘密があります。ダンパーの内部を見るため組み立ての様子を逆回転して見てみます。入っているのはニムスが開発した信号銀。地震の時、揺れのエネルギーはこの金属が全て吸収します。この金属板の材料は形状記憶合金という特殊な金属です。形を変えても温度を上げると元に戻る不思議な材料です。この材料、実はもう一つ疲労に強いという特性があります。通常の金属は曲げた時に原子の結合が変わります。曲げを元に戻しても原子の結合は戻りません。そのため曲げを繰り返すうちに原子同士の結合が切れてしまうところが増え、最後には破断します。これが金属疲労です。ところが形状記憶合金は原子同士の結合はそのままで、結合の形だけが変わります。そのため曲げを戻すと完全に元の形に戻ることができます。変形しても元に戻る形状記憶合金が複数回の地震に耐えられるダンパーを可能にしました。ただし形状記憶合金を使ったダンパーは初めての試みです。そこで3、2、1、スタート。ダンパーとして使うための綿密な試験が繰り返されました。強度、耐久性、温度上昇、揺れを効果的に吸収し、しかも繰り返し耐えうる形状を探すため、何度も設計に変更を加えました。さらに厚さによって変形するダンパーの性能をコントロールするため、コンマ数ミリの精度で研磨し、制震性能を向上させました。例えばこう 0.3 ミリぐらいばらついていても、全体の話としては 2% 出力の大きいダンパーになるというところで、割とその辺を厳密にちょっと管理しているという感じなんですけど、こうした改良を一つ一つ積み重ね、2014年新型制震ダンパーは完成しました。そして高層ビルへの据え付け工事が進み、2015年11月、新型制震ダンパーを装着した最初の高層ビルが名古屋駅前に完成したのです。今回のこのプロジェクトが始まってから実際にこれが入るまでっていうのは、本当に各社の方々がそれぞれの立場でものすごくこう苦労してくださって乗り越えてきたので、今日は乗り終わります。